新しい線路を作る。ここから商品を持っていくときに、この駅に行きたいんだね。ここ行けるかな？こっちの線路に。信号。なんかこれいい線路だね、こっちは白いやつは。なんか。で、逆向きにも行きたいんだ、こっちの方に。いけるかな、ここ。線路を引きたい。線路を引きたいんですけど。線路を引きたいんですけどね。ここから、もうボタンの押し間違い。ここからこっち行きたいんですよね。難しいね。こっちから行くか。いけないか。これは無理だ。こっちから行くか、じゃあ。ここに信号つけなくてね。信号ちゃんやっしゃい。これはね、方向的にはこっちから行くんだね。それでね、今度ね、ここに商品を届けた後に、こっちに行きたいんだけど、こっちから行けないよね。これね、U ターンさせるか。線路を引きたいなぁ。ここから、こっちに行けないか。ダメだね。
こっちから行けるかな。まあ、一方通行でいいかな。ここに商品を届けてから、機械を拾いに行きたいので、とりあえずこれで。ルート的には、まずこっから機械を持ってきて、2回持ってきてね。で、今度は商品をここに届ける。で、空っぽにしてまた機械を取りに行って、で、ここに届けて、今度は商品を持って、今度は、この町に行くんですよ。行けるよね。行ける。で、帰りはまた機械を取りに行ってもらう。で、これ機械をここに持って行って、今度商品をここに持って行ってもらって、で、また機械を拾いにこっちに行ってもらって、またここに戻ってきて、今度商品を今度はこっちの町に持っていく。で、そしてね、またここに機械を取りに行って、で、機械をここに持って行ってもらって、で、機械を、商品を今度はこっちに持っていくと。これでいいんじゃないかな。まあ、ちょっとね、ちょっとね、まあ、いっかな。空のまんまずっとこっち行くのがもったいないので、ここで商品掴んで、ここで下ろして向こうに持っていくみたいなことにした方がいいかもしれないね。そういうことを考えるとすると、そういうことを考えるとするとね、最後、この、17の後に、ここで、機械を取ってきて、ここに機械を送る。で、同じことはね、ここでも言えるわけですよ。14番の後。14番の後に、ここで機械を取ってですね。ここばっかりだとあれなので、ここに届けちゃってもいいわけですね。同じことはここでも言えるわけで、この11番の後、ここ11番。11番の後にね、ここで
荷物を取って、またこっちかな。うん、回数、ここの回数が多くなっちゃうけどね。これでいいんじゃないか。うん、まあいいや、これで。で、ここが大変な、時間が来ちゃったんで、また。